手島選手、お互いしっかり練習積んで当日はバチバチに打ち合って会場盛り上げましょう。よろしくお願いします。練習内容は、マススパーで、距離感やタイミングなどを、測る練習をしています。王座に着いたら、初代王座決定戦ということなので、ベルトの価値が高まるよう、実績をどんどん積んでいきたいと思います。会場に見に来られる皆さんたちの日頃のストレスや疲れを吹っ飛ぶような試合をしたいと思います。今回、こういう大会に、オファーいただき感謝しております。皆さんの期待に沿える、戦いをしたいと思います。これまでこのタイトルとかメジャーとか無縁で来たので、いい機会いただいたなと思っています。大体仕事終わってからなんで、大体夜9時半過ぎから多くて週3ぐらいっていう感じです。タイトルマッチということなんで、やっぱり殴り合い、激しい殴り合いがあるような盛り上がる試合をしたいと思っています。もう僕も40といういい年なので、ちょっとまだ後のことは何も考えてないです。そうですね、とりあえず判定とかお互い狙わずに、いい KO 決着で試合したいと思いますので、ぜひやりましょう。